ライパチ打てないキャラ卒業か。本格的にシーズンに入り、我々であっぱれもいよいよ始動です。というわけで久々に私ライパチの打席を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずは強豪 T5 さん、7番レフトで出場の私、初球よっしゃアウトコースに厳しいボール、そして2球目鬼逆風&足遅いということで、ここはツーベースに、しかしいい当たり打てました。最近意識しているインパクトを後ろから見るということ、この打席しっかりそれができたように思います。続く2打席目は2アウト1・2塁のチャンス、変わったピッチャーからよっしゃーよっしゃー低め拾ったんですが、ここはショート深沢選手のファインプレー。そして神奈川の強豪寒川フェニックスさんとの試合、企業チームとも対戦経験豊富、非常にクレバーなピッチャーとの対戦となりました。走力の問題非常にテンポもよく緩急を効かせてくる。そして4球目でした。内から中に入ってくるこの変化球、ここの反応はずっと課題、ずっと追い込まれ、最後は膝元いいとこに放られて三振、甘い球を逃したのが悔やまれる。そして1点ビハインドの最終回、再び対戦の機会が、今度こそ先ほど逃した変化球、今度は反応、甘く入ってきたところを逃しませんでした。変化球も甘くくれば打てるようになってきた。さらに青木製作所スナッグスさんとの試合、ワンアウトランナー一塁、追い込まれてからよし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 、開かず我慢、インパクトの後に回転と、こんな感じでぼちぼち調子がいいのですが、実はあの方にもバッティングを教わりました。元阪神タイガース監督岡田彰布さん、伝授いただいた岡田元監督のバッティングの極意、まずは話題の佐藤輝明選手のお話から。岡田さんから見てどういかがですか、率直に。間違いなしに打つでしょ。あ、そうですか。この時点で打つねと、あんまりねコーチがいじったりね、いらんことせんかったら、いらんことただ一つ、左ピッチャーの時も同じスタンスしてるよね、うん、机やってる、はいはい、左ピッチャーの時だけちょっと半分ぐらいちょっと構えだけね。岡田元監督が気になる構え方について。まっすぐなんよね、右も左も、はいはいはい、この足構えてるんです、はいはいはい、ということは右はちょっとショートよりのリリースがあるから見やすいと、で左はちょっとこっちだからね、はいはい、だからこれ半歩こないで下がったらいいな、構えだけ、はいはい、これちょっとの目線が見やすいじゃないですか、視界が、うん、ね、これ右の時は僕はね、はい、右バッターで左ピッチャー打つの下手が多いじゃない、はい、だから左こっちから来たら、打ちに行ったらぶつかるわけじゃない、あ、そうですね、はい、うん、俺は左の時は逆に右足を半歩引いてた、へぇ、まっすぐ見える、はい、はい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 、まっすぐ、だそれだけのことなんだ、あー、それだけのやつに構えを変えればいい、はい、見方を、
ピッチャープレーズじゃない、リリースポイントやからね、勝負は。はいはいはい、うん、こっちから来るんだったら、こう構えたら窮屈になるわね。はいはい、まあ、判定たら中谷とかや。岡田さん曰く、右対右、左対左の時は少し開いて構え、右対左の時は軸足をずらすなど、ボールへの入り方、見え方を工夫すべしとのこと。さらに期待する中谷選手へのアドバイスが続いていく。下半身こなしてちょっと開いてんのに、はいはい、上半身を入れるでしょ。はいはいはい、はい、だから中谷だけは背番号60が全部見えるの、構えた時は。そうかもしれないですね。もう左悪い打ち方は北条だね。あ、北条は北条はい、浜さんに背番号構えてるから、はい、見えねえんだ。岡田監督の言うには背番号見えたらあかんって。そうですね、ピッチャー見えたらあかんやんか。そうですね、反動なるから。ズボンもそうなんで、ひねりすぎたらやっぱ反動なる。あ、外から来るから動画スイングになるし、ちょっと遠回りしてもいいんじゃないっていう。そんな岡田さんの構え論を聞いた上で、改めてライパチの数ヶ月前のフォームを見てみると、気持ち足を引いて上半身をひねりまくり、背番号が見える。捉えた当たりもやはり外から入るためファールに。そんなこともあり、フォームと意識も変えていったところ、徐々にバットに当たるようになってきたというところで、まさかの投手との対戦がありました。実はこちらのピッチャー、それは遡ること3年前、元 BC リーグ石川ミリオンスターズマックス149キロ右腕、藤岡正敏投手。BC リーグ選抜メンバーとしてヤクルトスワローズの2軍との交流試合で密着していたピッチャーでした。ストレートでねじ伏せたピッチングが印象的でした。そんな藤岡投手と対戦できることに。何の因果かこの日も雨。しかしこれだから、こんなピッチャーと対戦できるから野球はやめられませんね。いいピッチャー相手に意地を見せたい。しっかり両目で見て、体をひねりすぎず前にも突っ込まないように、開きもなるべく我慢した意識で甘い球をしっかりと打つことができました。たまにはこんなことがあってもいいでしょう。ちなみに藤岡投手、バッターとしてとんでもない打球を放っておりました。やはりいいピッチャーというのはいいバッターでもありますね。またいつか対戦できるのを楽しみにしております。引き続き元阪神タイガース岡田昭信さんの面白すぎるお話ご覧ください。実は岡田監督がもう今の阪神タイガースの監督やられたとしたら、もう是が非でも取りに行った選手の一人と。この監督だったらやっぱ早川のが欲しかった。面白い。確定ですもんね。でも実際あの岡田元監督が早稲田から阪神に入った時、1年目に2割8分はホームランも多く打ってっていう、まあ順応されたわけじゃないですか、 NPB に対して。で、佐藤輝明選手は今年まあどうなるか分からないとして、順応するために必要なスキルみたいなのってあるんですか？
いやね、はい、あの打てるのは最初から打てるよね。まあね、やっぱり4球団、うん、4球団これも巨人とかソフトバンクとか強いとばっかりね、やっぱり行ってるし、はいはいはい、巨人なんかに当たらなくてよかったよ。それはあるしね。さらにさらに岡田さん独自理論を展開。佐藤輝明選手の6番という打順について、僕だったら3番にするね。そう、打てなくても目立たないようにね。打ったら目立つやんか。打てなくても後ろに4番5番置いとこうがいい。あ、5番6番きついよ。2アウトで待ってくるからチャンス。あ、本当にそこで凡退したらチェンジで終わってしまうからイメージがものすごい悪いよね、お天下の時の。3番は凡退してもまだ4番5番がおるからね。3番ってワンアウトから待ってくるのが多い。はい、はい、うん、3番だから3番は楽よ。それは俺も全部打ったけど。いやいや、楽なのかなと思ってますよ、さすがに。というわけで、こんな形でですね、阪神の深掘りをしてまいりましたけれども、はい、4月の15日木曜日夜7時からは、読売テレビで阪神対広島やりますので、ぜひぜひそちらご覧ください。というわけで本日はここ4試合で4割2分8厘、最近調子がいいライパチのいいとこだけをまとめた動画と、阪神戦特産兄貴の副音声解説のお知らせでした。たまにはこういうのも許してください。ぜひ副音声も皆さん見てみてください。あれ、そういえば副音声ライパチは、あれれれれれれ